です。ロボットロボットロボットチャンネル。ロボットチャンネル、ロボパパです。わたるです。たけるです。まえすんは。ロボママは今いません。お風呂に行っています。そろそろ何の日か知ってる？母の日。5月12日は母の日。そしてその前日5月11日はお母さんの誕生日。そう、ロボママの誕生日やねんな。ということで3人で会議をしようか。なあ、ロボママももう11日でさ、36歳か、36歳か。どういう意味やねん。まあお母さんはおらへんから別にいいと思うけど、別に歳をな言ったからって別に何も悪い影響はない。うん、まあお父さんももう35歳、もう8月だったらお父さんも36や。別に年は気にしないな。だからそろそろ、もうそろそろお母さんの誕生日も母の日も近づいてきたから、何しようかなって、その相談をねこの3人でしたいなと思って、今日は動画を撮ってまーす。行くぞ。じゃあまず、まあもう母の日も誕生日も近いから、多分一緒にしないといけないんや。別々にしたらもうめんどくせえ。まあとりあえず誕生日プレゼント、わたるは何か考えとん？ほんま考えてるな。俺も考えて、母の日かさ、お母さんの誕生日、プレゼントどっちかに決めとる。あ、ほんま母の日もあげよう。母の日はじゃあ3人で何かあげようか、お母さんに。な、いつもありがとう。俺な、サプライズ。もう母にするんじゃなかった。お父さんもな、誕生日プレゼントは考えとんや。うん、まあ、何買うかはまだないしょ。俺も決めと。俺は母の日に、母の日じゃないな。まあ母の日も誕生日も一緒でいい。難しいやろ。やっぱり誕生日にこれしようかな。母の誕生日と母の日一緒にするから。そう。うん、でだからまずはプレゼントを3人からそれぞれ渡すやろ。な、あとは何しよう。固まってた。俺3個ないんやけど。え、3個？いやいや、俺には3人がそれぞれ1個ずつお母さんにプレゼント渡す。俺もう全部決めとくから大丈夫。大丈夫。あ、ほな、また何するの？プレゼントを決めとってこと。え、その日に何をするか。プレゼント渡すのそれで1つやろ。うん、それ以外。それ以外、うん、ご飯を作ってあげるとか。あ、そういうの、くじで入れとんの。あ、そうなん。くじに。あ、そういう風にしたんや。何かをするっていうくじを作って、うん、その中に一つだけ。俺も考えとうか。なんか、サプライズ。なんかプレゼント、俺。サプライズ。そんなくらい一つ。あ、ほんま。じゃあ、とりあえずでも、めっちゃすごいもん。何？まあ、母の日と誕生日兼ねて、お母さんにゆっくりしてもらう一日を作らないといけない。だけど、前の口は、え、ほんまにいいっていう、ぐらいや。あ、うん、まあ、ありがとうっていうぐらい。そうやな。あとは、お母さんもちょっと歳取ってきて、最近ずっと体が痛いって言ってる。肩こりが、まあ昔からやけど肩こりが実はな、これな、って言ってたから。実はな、俺な、トントンしてあげる。あ、そうなん。実は、くじの中に、俺が、お父さんと、俺と、竹井ちゃんが、誰かが、なんかマッサージ、うんうん。あ、そう、パーフェクトやな。君たち、すごい素晴らしいな。もう、すべて揃っとんやんじゃ。あと、ケーキはな。やっぱ、お母さん、ケーキ結構好きやから、甘いものがね。ケーキも買わないといけない。ケーキは誰が買う？だから、3人でケーキを買いに行かないといけない。うん、あとは、母の日って言ったら、まあ、日本は大体、カーネーションって言って、花を渡すんやけど、整理するで、誕生日と母の日を兼ねてご飯を作る、あとプレゼントを渡す、あとケーキを買ってくる、あと花束を渡す。あ、でもお母さん花いらんって言いそうやな。お母さん花とか別に育ってへんねんよ。なんか違うものを買おう。花ではないね。違う、もう母の日のプレゼントとして何かもう一つ買おう。え、花はいい、うん、まあ、花はじゃあ渡ると竹が。まあ、とりあえずそんなとこかな。まあ、定番っちゃ定番やけど、お母さんも多分喜んでくれるであろう。お母さんもいい年や。花はいいや。だから君たちが何かをしてくれるだけで喜ぶかもしれない。そういえばでももう一つ忘れとったけど、竹ちゃんとでもギターとピアノで、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー今練習しとやん。それもしな。ドゥン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 。それも練習しといてな。じゃあそれをもうちょっと今から細かく考えて、
何を買うかそれぞれ決めて、あ、まあまあまあ君たちはもうプレゼント決まっとうから、買うものがあったら買いに行って、で本番はお母さんに満足して喜んでもらえるように頑張りましょう。前の幼稚園でな、花を作ったから、あ、それあげたよ、お母さん喜ぶわ。だから俺がよう考えたくじはいいぜ。それでもまたくじって言ってもくじ引いてからじゃないとできひん。え、くじ引かへんかったやつどうする。いや、だけどな、本物の花じゃないで、紙で作ったやつ。え、さっきの花、くじ引かへんかったやつ、くじ引かへんかったやつ、全部くじを引くってこと、あ、そう、全部な、くじは全部引くってこと。俺の幼稚園でやっと花はな、ルールちゃんと全部な、紙なやで、紙なの、あ、いやいや、それでもお母さんは喜んでくれると思うわな。じゃあそれをしっかりみんな一人一人がお母さんに喜んでもらえるように。あ、でもハトの形をして、おー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 、そして、何、まだ喋るか、そして、まだ喋るか、じゃあそれお母さんに渡すんやな。まだ喋るやつ、まだ喋る、あ、いえ、まる、折り紙をこうやって、まだ喋るか、まだ喋るか、お母さん幸せやわ、それはな、まだ喋るか、まだ喋る、じゃあそれでみんな各々行動するように。ジャスティス、ジャスティス、じゃあ本番までもう日がないんで頑張るぞ。おお、36歳か。美味しい。